3月の上旬、都内のとある撮影所で、あの国民的アイドルが伝説の熱血ディレクターとタッグを組み、新しいコント番組の収録に臨んでいた。そこに突如鳴り響くチャイムの音。アイドルたちが呼ばれたスタジオは CG 合成用の特殊なセットと思いきや、一枚壁を隔てた向こうには国民的アイドルにだって微塵も容赦しない超熱血な男がいた。コモネチ、コモネチ、おはよう。なんて格好してんだよバカ。タケちゃんマンですか。何言ってたのそこで。コマネチ、コマネチしてたの。座ろう早く。めっちゃ引いてますやん。先生こんな引くってあります。あなたも引いてるかもわかんない、はい、どっちも引いてるよ。そんな格好してたら。続いて、なんだ君は。いや先生逆。なんだ君は。そうです、私が変なおじさんです。変なおじさん。え、ちょっと待ってください。なんだ、え、ちょっと待ってください。入りなさい早く。どうしたんですか。どうしたんですかね。君はどうしたんだよ、ね、そこまでがっつり変装したら一瞬誰か分かんないですよ。AKB の誰やって思うね。すると、もっと誰って人が。右の子誰。あれだ、誰。柏木ですけど、のり。のりさぶろうね、すごいめちゃくちゃ似合ってんね。ありがとうございます。あ、出た、ホモだホモだ。懐かしい。あなた誰本当に。柏木のりさぶろうです。めちゃくちゃ似合ってんね。板野さん、ここもっと青くしないとダメ。中途半端だよ。誰だよそれ、メイクしたの。柏木さん見てみろよ、あれ。あれ、ノリさん超えてるぜ。あれはノリさん超えたよ。すごいな。伝説キャラは続々やってくる。綺麗に並んで。なんちゅう格好してんの。遅いよ。え、地方からでしょ、前乗りしろや。あ、そういうこと。遅いわ。3人バラバラでね。拡張に餌あげた。餌あげてないの。餌あげてない。あ、ありがとう。お次はフレッシュな次世代トリオ。おへと隠さないと取られるぞ。雷様や。え、何これ。真ん中の人ザキさんだよね。久しぶりです。パルルね、うん、両サイド誰これ。赤と緑誰だよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの、あれですよ、 OK48 一緒にやりましたよ、はい、あ、そう、はい、ごめん忘れちゃってた。席座って。はい、先輩見てクスクスしない。あれ柏木さんですよ、あそこにいるの。あれ見て、あれ柏木さん。柏木さんは見て笑っていいよ。笑っていいですよ。みんなそのままじゃん。みんな原型とどめないですよって言ったからこれ。みんな原型。正直あなただけよ。正直あなただけ原型とどめてない。11人目は原型どころの話じゃなかった。
それは伝説とはかけ離れためちゃイケの超レアキャラだったが、かがんで入ってこいっつってんの。上が当たってるっつの。もっとかがめよ。入りました、アンコウさんや。おはよう。おはようございます。いちいち閉めんなよ。はい、おはようございます。はい、なんやかんやで3回目。なんやかんやの3回目出席率高いね。はいはいはい、じゃあ座ろう。はい、ゆっくり行ってください。重い。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。閉めんなっつってんの。でかい。座られへんやん。裸足やで、ほんで。閉めんなっつっての。閉めんなよ。さあ、あと3つですよ、席。ようやくあと3つ。すると、扉の向こうから話題になったあのメンバーの声が。ハクシカトちゃんで。ハクシカトちゃんで。お前は一番に来いや。おはようございます。いろんな人が噂してるからくしゃみ出んだよ。そうだろ。一番に来いよ。反省してんのかよ。反省してます。ならいいよ。さあ、言った話題のメンバーや。あのパンチの後ろに座って。あの先生、後ろ2席余ってますよ。そうですね、あと2つ残ってますが、うん、失礼します。この2人組の正体は。あれ。なんだ、誰だお前たち。それはテスト前日のこと。登校時間にどうしても間に合わないある2人のために、特別に他のメンバーとは別の設定と小さな教室が用意されていた。失礼します。せーの。あれ。なんだ、誰だお前たち。ドッキリを仕掛けに来たはずが、帰り道に。なんで2匹もおばきゅういんの。テリーさんがいるからって。テリーさんいないって。時間見ろや、すっきりだろ。なんだ、何ですか。新番組ないよ。これ やった意味は。なんでそんなことしてんの。結構早い時間に入ってメイクしてましたよ。何を言うの。というわけで、この2人は後ほど合流。今日ね、ちょっといろいろ仕掛け人でそっち側の部屋にいましたよね。ええ。そう、金太郎は騙すためだけにわざわざ来てくれていた。さあ、仕掛け人となれた。滑った。仕掛け人は金太郎。はい、ありがとう。ありがとうございます。いただきました。ありがとう。いろいろね、協力していただいて。ともちん、もっと笑って。笑ってあげて、はい。この後どうなってるんですか、金太郎さんは。この後のスケジュールは。この後仕事なので、はい、もう抜けなきゃいけないんです。なるほど。でもどうしよう。あ、じゃあこうしよう。席座っちゃう。スケちゃん、マリコどうする。はい、座りなさい。特に大きいリアクションもない金太郎だったが。ちょっと席用してあげて。さあさあさあ、金太郎さんも加わったということで。え、嘘ですよね。ほんまほんま。え、ほんまや。え、本当ですか。本当だよ。嘘嘘嘘。今更焦り出した金太郎。本当ですか。本当。え、
聞いてない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 言ってない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 んだよ。嘘でしょ。嘘じゃない本当だよ。隠れてるし。盗んで盗んで隠れてるし邪魔なんだよ提灯暗号がさ。暗号邪魔やな。絶対に席を立たせない今夜は AKB48 は抜き打ちテストで学力勝負。若手にエースに総監督横一線でバカレース。メンバーと金太郎のバトル、さらには最後に涙まで国民的アイドル丸裸のドキュメントだぞ。めちゃめちゃイケてる。やべが急に結婚しちゃったので今週も2時間半スペシャル。私が担任の岡村隆史です。史上一番汚いの岡村隆史です。さあそしてこちらが、はい、私が副担任の佐野です。よろしくお願いします。はい、副担任の佐野さんでございます。さあ副担任の佐野さんがレギュラーになった番組が2本とも終了しまして、だもんで今フジテレビではあいつを使うと番組が終わると。ちょっと先生、薬病神扱いされていることを絶対にいじらないでください。薬病神。さあそしてあちらが矢部浩之です。よろしくお願いします。矢部さんは最近、はい、新車を購入いたしました。なので休み時間にどんな車ですか、何しようですかっていっぱい聞いてください。言わんで、テレビで言わんでええねん。俺絶対言わへんで、俺車種絶対言わへんで。ベンツです。言わんでええねん。人気者を続けるには一体どうしたらいいですか、教えてください。この後岡村節が炸裂。この度創立された国立めちゃの水女子第48校とは、過去に卒業生を3期輩出した日本一面白い女子校の姉妹校であり、国民的アイドルのみが入学を許される、いわば超エリート校。アイドルとして日々ストイックに精進し続ける同校の生徒は、一流企業のコマーシャル契約数でも他校の追随を許さず、今や彼女たちなしではエンタメ業界が成立しない、まさに夢のオールスター集団。もちろん本日は全員で期末テストに臨むわけだが、選挙にじゃんけん、常に一番を競い続ける彼女たち、果たして今回 AKB48 の中で一体何のバカを決めるのか。その答えはアルファベット3文字の中に隠されていた。AKB AKB これをちょっと変えますとバカでございます。バカ48のセンターを決めますよ。うまいことなったね。皆さんこれ大変なことになりますよ。これセンターバカに選ばれたら小島バカバレましたよね、ちょっとね。あ、2回もバレました。2回もバレましたよね。その時2回もバレました。選挙で最終的にどうなりましたか。1個落ちました。1個落ちましたね。あら、そうですよ、小島さんはバカがバレて、ね、それで選挙でワンランクダウンいたしました。まあ、こんなこと言いたくないですけど、世間は噂してますよ、 AKB 大丈夫かっつって。あら、あら、 AKB ちょっと今こうなってきてんじゃねえのっつって。あら、そんなことない。世間は噂してますよ。そんなことない。ごめん金太郎、お前関係ないやろ。それに加えて、あ、なんだ AKB ってバカなんだ、バカばっかなんだ、やだ、そうだ、さらにグーン下がるかもわかんないですよ。本当にグーンになるかもわかんないですよ。やだ、嫌でしょ。やだ、やだ、見せつけてやりましょうよ、はい、AKB の凄さ見せつけてやればいいんですよ、はい、そうでしょ、はい、
人気者になるよりも人気者であり続けることの方が難しいんです。そうだね。あら、それっぽいこと言うか。人気者を続けるには一体どうしたいですか、教えてください。金髪さんなってるよ。こんな金八先生みたいな熱血教師がいる国立めちゃらみず女子第48校期末テストは A 国数 D 社をほぼ中学生レベルで実施。もちろん岡村先生は事前に楽々高得点を獲得。できなければ恥ずかしい基本中の基本の問題で歴代のバカたちに並んでしまう BKA48 のセンターバカを競う。総監督だろうが研究生だろうが一切関係ない横一線の勝負なのだ。大体分かった？テストやる。テストやる。でひとまずこのメイク必要ないってことです。必要ないってこと。期末試験だよ。めっちゃテンション下がって。まあやる気満々や、コントやる気満々やったっていうのは分かるけど、今から試験だから。ちょっと楽しいとこ見せてくれたやん。でも今。ないやもう。これも全然必要ない。そうなの。あ、すっごい群れてるわ。もう一回行くか。うんいいよ、もう行け行け行け、結構行けるよ。いいな、もっと腹くくったか、腹くくったか、やるかやるか。さあみんな勝ちましょう。教室の方でもメンバーたちが腹をくくっていた。私たちはバカじゃない、はい、私たちはバカじゃない、私たちはバカじゃない、私たちはバカじゃない、私たちは国民的アイドルだ、私たちは国民的アイドルだ、私たちはバカじゃない、私たちはバカじゃない、私はサシコだ、私はサシコだ、サテコじゃない、サテコじゃない、私はハゲではない、私はハゲではない、ベリーショートだ、ベリーショートだ、私はバカではない、私はバカではない、私たちはバカじゃない、はい、私たちはバカじゃない、オーケー、私たちはバカじゃない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 、オーケー、じゃあ着替えてきなさい、もう早いわ。すごいね、が早い。急いでメイクを落として自習開始。これだけ取っといて、これだけ。え、でも全部こんなに読めないよ。セーラー服に着替えて自習を始めた生徒たちの中に一人だけ不満のある人が。難しい。かぶっとけって言われたんですけど、これちょっと脱ぐ方がダメなんですか。でもかぶっといた方がいいよ。そうですかね。とにかくかぶっといた方がいいんだ。可愛いよ。ダメ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 だって、お前それ脱いだらもう YouTube しか放送できないぞ、お前めちゃイケで放送できなくなっちゃうんだから。そうだろ。泣いても笑っても自分の成績がテレビで公開されてしまうとあって、生徒たちの表情が真剣になっていく中、板野さん見てないよね。パラ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 見てますよ。あんた卒業するかって何でもありってわけじゃないよ。頑張って。そう、卒業する人にも残る人にもセンターバカになってしまう可能性が。どっちが頭いい？はい。結構やばいです、うん、結構やばいです。できたら、うん、受けたくないんですよ。受けたくない。もう始まってるから ね、 でもね、一応総監督なんで、バカが出るとちょっといろいろ大変なことになりかねない。バカの総監督なんかいないもんね。バカの総監督なんかいないよ。指原さん前受けましたよね。はい、受けました。8位です。8位でも頭は良くなってると思います。なんで？HKT に移籍してから小中学生のメンバーが多くて、教えることもありますし。あ、なるほど。なんで博多へ行ったん？あれ、なんでやった？ AKB やったよね。写真を売られたのです。売られたの。 ありがとう、思い出した。ありがとう、ごめんごめん。そうかそうか。ではここで生徒たちの個人データを紹介。そういう変なやつ選んだお前が悪いんだぞ。ごめんなさい。まずは篠田麻里子。 AKB のメンバーでは最年長、成績でも他の生徒を上から見下ろせるのか。板野友美、すでに卒業宣言をしているせいか一見やる気なさそうだけど、バカで卒業はかっこ悪いよ。入山杏奈、唯一の現役高校生として日々勉強と向き合う彼女は果たして好成績を残せるのか。
大島優子、前回の総選挙1位、今や誰もが認める絶対的エースは勉強でもトップを取れるのか。柏木由紀、お昼の番組でお天気お姉さんを務める彼女がもしバカだったらなんかやだよね。河江里奈、去年高校卒業したばかりの若手注目株は先輩姉さんたちを蹴散らすことができるのか。北原里恵、水10ドラマ家族ゲームで女子高生役らしいけど、ちゃんとその頃勉強したことを覚えてんの。小島春菜、過去2回テストを受けるたびにバカがバレて選挙の順位も落ちていったけど、まさか今回も。さあ小島もちょっと頑張らないとまた1個下がるで。でも今回は大丈夫だと思います。大丈夫だと思う、うん、みんなすごいバカなんですよ。なんだって。みんなすごいバカなんで。ちょっと待って、とんでもない学校かもしれないよ。とんでもないクラスかもしれない。なんだって、私多分中の下ぐらいだった。やばい。だってあの子すごいバカだったんだよ。いや、ちなみにあの小島さんと島崎さん同じ高校なんです。え、そうだ、言わないでください。うわ、やっぱり嫌なんです。危ない。危ないですね。このクラスやばいかもしれないよ。島崎遥香、小島さんの頃より今は偏差値上がっててって必死に弁解してたけど、なんかやばそう。指原里乃、一緒に宿題を手伝った博多の後輩たちのためにも前回の8位超えを狙う。高橋みなみ、下馬評はかなり低いようだが AKB グループの総監督として恥ずかしい成績は絶対に残せない。峯岸みなみ、髪の毛はすぐ伸びなくてもテストの成績はすぐ伸ばせるはずとただいま必死に自習中。山本さやか、ナンバを代表して参戦の彼女は学生時代生徒会長だったらしい。これは期待大。渡辺真由、総選挙2位で次期エースとの呼び声も高いが、もしバカだったら多分今年無理だぜ。金太郎、実は彼女関西外国語大学卒の優等生、英語を武器にあっちゃんのように1位取れるか。あ、うん、あワンちゃん。さあさあ皆さん、学校に、ね、変なもん持ってきてないかどうかちょっと今からですね持ち物検査いたしますんでね。持ってきてないです何も。まずはあなた、あなた名前何？かわえい。かわえいさん。かわえいさん。かわえいさん。あ、かわえいさん。名前ですよ。え？なぜか靴下の束が大量に入っているが。そうだそう。買いました。あ、靴下。見れるから。靴下めっちゃあるやん。そんな買いがいるの？はい。足臭いの？臭いです。足臭いの？あ、そうなの？足臭いの？あの、貝がないとちょっとダメなんですよ。あ、そうなの？はい、うわー、かがりと一緒だ。かがりと一緒だよ。やばい、この教室に2人もいる臭いのが。もうかがり認めろって、かがりも。こんな若い子が認めてねんで。おっさんが否定してどうすんの？俺は違います。絶対違います。絶対違いますことないです。あなた臭いです。さあそれでは皆さん国語からいきたいと思います。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さあいいですか皆さん、気合い入れてやってくださいよ。はい、決まってしまいますからね、センターバカが。やだ、絶対やだ。あれ三浦後ろの席に三浦三浦さん、何先生、頑張ってね。頑張る。得意なやつでも点数取ってくださいよ、絶対に。頑張るね。勉強できなかったらただのブスですよ。やだ、やかましいわ。ここからご覧の皆さん、お待たせしました。今夜のめちゃイケスペシャルは AKB48 のメンバーたちとモノマネ芸人金太郎が一番のバカを決めるために抜き打ち期末テストを受けさせられることに。このテストで決めるのは BKA48、 つまりバカ48のセンターバカ。生徒たちは皆絶対センターバカにはなりたくないと必死に自習。
そしていよいよ試験開始のチャイムが。いけさあ頑張りましょう。かけ名前から書いてください。はい、できるとこからよ。後ろの方が点数高いかもよ。センターバカの称号だけは絶対に避けたい。その思いが全員の筆を走らせていた。あ、どうしました？シャーペン落としました。はい、はい、私が拾います。カンニングを疑われる行為は厳禁なのだ。ほんまの試験中みたいな。消しゴム落としました。はい、消しゴム落としました。はい、ありがとうございます。もう自分たちで拾ってください。いやいや、カンニングって疑われるから、うん、さあ絶対にカンニング禁止の国語は基本問題が並ぶ中、余裕の渡辺、入山に対し最年長篠田が苦戦気味。好き嫌いが分かれる数学は悩む指原とは対照的に同じく地方組の山本、北原、そして金太郎がスラスラと回答。常識問題が多い社会は必死に取り組む柏木、川栄を尻目に早くも疲れた様子の島崎と板野が印象的。理科は生物問題が増加、仲良く峯岸、小島のペンが止まった一方で大島、高橋は二人っきりの教室で絶好調。五教科目の英語は金太郎、北原がラストスパートをかける中、疲れて集中力が途切れてしまった生徒もちらほら。残り10分。青春の全てを AKB にかける少女たちの集中力と気合は凄まじく、全員が回答用紙に食らいつく中。やめさん、はい、教えてください。前回のやべオファーで仲良くなった二人だが、やべさんがプッチバカってこと知らないの？教えてあげたいけどね。まあ、ちょっと飛ばして次の問題とか言ったら、そんな目で見んなよ。と、その時。おお、理事長。おい、おい、大変だな。誰呼んだらいいの？おかっていいか、これ。誰だ？秋元先生の。押したよ、おかっぴ。こういった教室内の飾りは全て小道具オカピーが担当。なんてことすんだよ、オカピーの二足三毛の歌世に広げてくれたんだぜ。落とすんじゃないよ。肖像画として見守る理事長が AKB48 を立ち上げて早7年。さまざまな苦楽を共に乗り越えてきた彼女たちが今テストという名のステージでその歴史を塗り替える。うん、ほら、あ、いいね、ちゃんと書いてるね。合ってますか？え？そう、あなたが総監督なのね。総監督なのね。はい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 。さあ残り5分ですよ。もうこれで決まってしまうぞ。5分。センターバカ決まるぞ。誰だ？決まってしまうぞ。いいのか？頑張れ、かけ、最後。終わりました。あら、終わった。すげえ、終わりましたか。まさかまさかの川栄さん。でもだいぶ集中しちゃうから回し臭なってるんちゃう。さあ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 、あ、後ろから集めて。お疲れ様でした。終わりました。5教科全て終了です。めちゃイケスペシャルは昨日まで世界になかったものを旭化成と。さあそれでは5教科全部終わりました。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。よく頑張りました。今から採点してこの後順位発表に参りたいと思います。この中にセンターバカいますよ。誰がバカだ、バカ誰だ。すると緊張で汗をかいたのか、かゆくなって、かゆ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 、取れよまだ。まだですか？まだあかん、取ったら、はい、世間はまだ取ったらあかんとしている。そうなん、そうなの。まだやぞ、自分のタイミングと世間でずれてるからまだ。俺は全然いいと思うよ。それではこの後答え合わせ。
AKB48 春の抜き打ち期末テストもあとは採点をして順位発表を残すのみと思いきや、今をときめく国民的アイドルたちの答えは思わず秋元先生に言いつけたくなるうざーな代物ばかりで、岡村先生の怒りもいよいよ頂点に。さあこれで、あ、高橋さんも大島さんも、はい、合流ということで、はい、無事全員揃いました。さあさあさあいい、笑っときなさい笑っときなさい、こっからね笑われるかもわかんないからね、いろんな人たちに。今からね、順位の発表に行きたいところなんですが、はい、はい、採点してたらもうチンプンカンプン、チンプンカンプン、ニッチもサッチもどうにもブルドッグな知ってるかな、みんな知ってるかな回答が出てまいりましたので、私がいじっていじり倒してジョンジョワいじり倒したいと思います。下ネタでパクるというね、ええとこ一つもないですよ。では国語からジョンジョワな面白回答をどんどんいじっていこう。80点以上、おお、おお、2人、おお、すごいね。やっぱり1人目、やっぱり私、前夏子、前夏子じゃない、前夏子、1人目は大島さん、はい、おめでとうございます。さすが総選挙1位、さすが総選挙1位でございますからね。 AKB が誇る絶対的エースはこの勢いのまま勉強でもトップを狙う。そしてもう1人、お、誰や、入山さん、はい、おめでとう。現役女子高校生入山さん、高校生が大卒を差し置いてトップ候補に。何かの間違いだ、これは絶対違う。いや間違いじゃないです、金太郎恥ずかしいね。違う、顔が大きいから見てただけです。嘘でしょ、顔が大きいから。ちょっと視界に入ったんかな。さあそれではまずは問1の1、次のカタカナを漢字に直しなさい。果物ですけども、果物、皆さんこれもほとんどの方できていました。さあまずは板野さん、あ、ダメ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 。さあ板野さん、果物ですよ皆さん、果物、果物を板野さんは何て書いたんでしょうか、見てみましょう、こちら、植物。なんでや、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 果物言うてるがな。まあ果物、植物かも知らんけど、果物書いてほしいのよ。うわー、ざっくり書いとるね。こんなん書いて卒業していくぞ。こんなお気に入りに卒業していくぞ。これ卒業できないじゃないですか。怖いね。もう次3番、総選挙、もうこれ書けなかったら本番にえらいことです。篠田さん、委員長、最年長、最年長ですよね、篠田さんの総選挙見てみましょう、こちら、総選挙、おおおお、総選挙、総選挙、平安京、泣くよ篠田の総選挙泣くよ篠田の総選挙あれ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 、委員長、え、確か総選挙の時に潰すつもりで来てくださいって言ってましたよね。それは記憶に残るスピーチだった。後輩の人にはみんな私を潰す気で来てくださいと、総選挙の時に
自ら潰れていくんじゃないですか。総選挙怖い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 、それともっと怖い生徒が小島、あ、怖い、あ、で今怖いって言ってたよね。はい、怖かった。え、総選挙怖い怖い。小島さんの総選挙見てみましょう。こちら祝選挙。どういうことや。どういうことや。どういうことや。幸せ。出た出た。いいことを書こうと思ったらそうなっちゃった。何何何。出たねやっぱり。はい。怖い。怖い。常連の小島も軽やかにデビュー。いいですね。さあトイニーの1位、次の漢字をひらがなに直しなさい。これはもう奔放でございます。奔放、自由奔放とか言いますよね。さあ峯岸さん、あれ、え、みーちゃん、え、私書きましたよ。さあ峯岸さん、奔放なんて書いたんでしょうか。見てみましょう。こちら追放。おい、ええやん、もう丸めてんから、丸めたから大丈夫や。追放、丸めたから大丈夫や。丸めへんかったら追放がやったかもわからん。さやけど別に丸坊主することちゃうで。丸坊主するようなことちゃうから、もう追放はないから大丈夫。大丈夫よ、追放はないから。考えすぎてましたね。もうそういう意識がそうされてる。そうそう、意識がそうなってもてんのよ。追い込まれてましたね。大丈夫大丈夫。さあどんどん行きましょう。問いの5、次の言葉を使って短い文章を作りなさい。1、味を占める。これまあ一度うまくいったんで次も同じことを期待する。北原さん、はい、名古屋の子、北原さんの答え見てみましょう。こちら、あの子供はお小遣いに味を占めたらしくまたやってきた。はい正解。はい、お見事、正解でございます。お、名古屋の子正解で、名古屋の子正解。難波の子、うせや、山さん、マジ、てっぺん取ったんで。山さんの答え見てみましょう。こちら、サラダはレタスとブロッコリーが味を占める。ちゃうやろ、大丈夫、ちゃうやろ別に。サラダそれが好きかもしらんけど、別にトマトも入ってるやろ、別にキュウリも入ってるわ。完全好みやな。大根とホタテのサラダどうすんねん。難しい。川栄さん、AKB の中でも噂の実力の持ち主らしいが、川栄さんの答え見てみましょう。こちら、炭酸が抜けるから味を占める。蓋や、蓋、蓋やろ。味占める、なんやねん。蓋やろ、蓋やろ、蓋やんな。蓋です、味を蓋と呼んだのか。うー、怖い、怖い。めっちゃめっちゃ誰か笑ってる、めっちゃ笑ってる。この音、あいつも加わってバカがバカをいじりまくる。めっちゃめっちゃ誰か笑ってる、めっちゃ笑ってる。誰だ、秋元先生の絵の後ろから同じ格好の先生が。浜本康二先生です。浜本先生、味しめても炭酸抜けるかな。早速推し面を見つけた浜本先生、これちょっと青やな。浜本先生ちょっと匂いしますね。匂いするね、やめてください、来てるね。足だけじゃないね、頭もちょっと匂うね。ちょっと浜本さん超えてる部分もありますよね。マジで指さされるぞ。経験者やからね。ほんまやで。いきましょう。2番、てんてこまい。忙しくて休む暇もなく動き回ることですけども、素晴らしい文章を作ってくれた人います。柏木さん、はい、お、柏木さんの答え見てみましょう。こちら、 AKB は今
ありがたいことにてんてこまいです。おい、正解、はい、正解。最初公開で AKB は今てんてこまいですって書いたんですけど、いやこれじゃちょっとなんか上から柏木みたいなこれじゃちょっと上から柏木神対応って言われてる私がこれではちょっとありがたいことにここ入れる、これがまさに神対応昼帯スタイル、ね、これがね偉いですよね。ここに気づいたところが笹原さん、あれ、あれ、サッシさん、サッシ、サッシ、うん、できてる？できてます、多分。サッシ原さんの答え、見てみましょう。こちら、博多東京間の移動でてんてこまいだ。これは一体、おいおいおい、これは一体誰がこれ招いたことですか？ごめんなさい。ごめんなさい、てんてこまいだ、そらてんてこまいでしょう、そらごめんなさい、はい、なんでてんてこまいになったんだ？写真を売られたのです。そうだよね、そうでしょ、売られたね、それはね、ごめんなさい、それはもうあれです、男が悪いんじゃない、その男を選んだあなたが悪い、あなたの責任、そういうバカな男を選んでしまうあなたに責任があります、はい、ごめんなさい、てんてこまい、はい、あなたが悪いんですよ、はい、さあどんどんいきましょう。次の空欄を埋めて俳句を作りなさい。これちょっと難しかったかも分かりません。メニューは青葉山ほととぎす初ガツオが正解でございます。これ難しいと思います、これ非常に難しかったと思います。大島さん、あら、大島さんの答え見てみましょう。こちら、メニューは青葉山ほととぎす、はい、なこれ、大島さんこれ、これなんて読むんですか？赤かげろう、赤とんぼ、なんかすげえこと書かれてる、かげろうも読める、赤とんぼでも読める、すごい、すごいね、頭ええな、頭いいですよね、間違っても頭いい、こんなん書ける人なかなかいないですよ、いないいない、自慢か、自慢か、思わず色めき立つ教室、みんな気づきました？自慢だよ、なんか私こんな難しい漢字も知っていますという、なるほどね、すごいんですよね、なんかアピールがアピール強いね、あの赤とんぼって最後につく俳句があったなと思ったんですよ、でも僕はあんま好きじゃないなこういうのアピールが、これもやりすぎということで、普通の罰ではなくてマイナス2点とさせていただきます。マイナスやって。普通にこれ、でもやっぱ皆さんこれぐらいやっぱグイグイこうアピールしていかないとセンターっていうのはやっぱ取れないということも覚えておいてください。はい。でも先生みたいになんか嫌だなっていう人もいるという。覚えておいてください。6番、次の武士を書きなさい。衣編ですね、衣編ですけども、入山さん、はい、入山さんの衣編見てみましょう。こちら、素晴らしい、はい、お見事です、素晴らしい、これ皆さんここに注目していただきたいです、この衣、悩んじゃった、まさにこういうことなんです、この衣からどんどんこう進化していったのが衣編なんです。すげえ、すごいね、ここ書いてるところが素晴らしい、素晴らしい、衣編これでよかったんかな、あれはアピール、アピールって何ですか、違う、違う、なんだハゲちゃみ、あれは確認したのよ、入山さん確認したの、衣編って言われて衣ってこうやったから、これは違うよね入山さん、そうじゃないよね、はい、確認で、確認作業ね、はい、確認ですよ、みっともないですよ、偉い峯岸さん、はい、すいません、あなたどんな格好で今映ってるか分かってるんですか、そうなんですよ本当に、さあそして高橋さん、はい、総監督、いや書きましたよね私、高橋さんの衣編正解してた、見てみましょう、こちら、何の衣ですか、何これ、これ衣編ですか、本当に衣
進化させたんですよね。進化させた。ちょっと見ていきましょうか。どう進化させたか。うわあるある。うわあ。エビフライ。エビフライ。エビフライの衣をどん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 進化させていきましたよ。マジで。そしたら衣。マジで。衣が全部取れて。エビの背わただけになってしまいました。エビやろ。背わた変やん、もうこんなん。めっちゃ自信ある。背わた変になってるよな、これ。背わた変やん。あ、これあるんですか。ありますよね、これ。背わた変なんかあるか。背わた変。背わた変なんて聞いたことないです。秋元でしたらございます。ああ、恩を忘れた失礼な生徒たちに激怒。さあ8番、次の言葉を敬語として適当な言い方に変え空欄の中を埋めなさい。2番、いるの謙譲語。正解は秋元でしたら中におります。あー、が正解でございます。指原さん。え、指原さん問題です。いや、何も。指原さん何て書いたんでしょうか。答え見てみましょう。こちら、秋元でしたら中にございます。何これ。あ、秋元先生、秋元先生なんかに入ってるってこと。箱詰めだ。秋元さんな、秋元でしたらなんか蓋されてんの。想像したらおもろい。例えばこういう、こういう中に、こういう中に秋元ございます。ちょっと顔出しない。空き缶の中からちっちゃい秋元先生が。ございました。秋元でしたらございます。ございました。いた、よかった。よかったな。こういうこと言ってたんですね。正解だ。正解ちゃうわ。謝ってください。いいの。すいませんでした。いろいろとご迷惑おかけしました。うん、いいよ。ちっちゃいで優しい。ちゃんとしてください。理事長やからな。川栄さん。何ですか。なんて書いた。秋元でしたら見てみましょう。こちら、秋元でしたら中に似てます。何はバカにすんなよ。あんたは大阪違うやろ。大阪ちゃんと似てますってなんてことやねん。お好みとご飯食べれるんか、お前は。食べられへんやろ。似てます。高橋さん。はい。総監督。総監督。はい。秋元でしたら中に何て書いたんでしょうか。見てみましょう。こちら。秋元でしたら中に閉じこもっています。おい。先生。閉じこもってる。秋元さん作詞するのに大変だからよく閉じこもってるなと思ったんです。ではリクエストにお答えして。あ、ゴエモン風呂みたい。ギリギリ入ってる。ゴエモン風呂。顔が踏ん張ってるように見えんな。さあ、秋元先生がまた閉じこもっちゃう前に数学をいじっちゃおう。80点台一人いました。おお、すげえ、すごいね。金太郎。おお、はい、おめでとうございます。金太郎80点台でございます。やったな。ミュージックスタート。それもライバルに捧げる勝利の舞。でっか。でっこわ。どうに向かって喜びをアピール。いやの。お前も立てないぞ。うぇい。こわ。いつもより激しい。すごいね。すごい。やった。いやった。いやった。これで金太郎のトップ争いに加わった。やったな。
自信ありましたか、やっぱり。ありました。ありましたか。はい、さすが唯一の80点台でございました。すごい。なんかびっくりしました。嬉しい。あ、すいません、80点台は金太郎さん一人ですが、入山さん、はい、98点入山さん98点。金太郎さんは2位。すいません、金太郎さん恥ずかしい。80点台は金太郎さん一人です。何者いや、これ数学は本当に100点取る人もいますからね。さあ、問1、次の計算をしなさい。ただし計算の過程も書くこと。まあ簡単な足し算ですけれども、鍋さん、はい、鍋さんコツコツ計算してくれました。はい、頑張りました。さあ答え見てみましょう。こちら495。はい、正解。はい、正解です。すごい頑張ってる。やったやった。一生懸命ね、なんかもうジュ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 ってなって、でもね、一生懸命ね計算してね、めっちゃ頑張りました。頑張りましたっていうのがすごく見えますよね。イエーイ。ところがですね、もっと頭のいい解き方がありました。気づいてた小島。これどうやって解いていきました？これは後ろの数字と前の数字を合わせると、うん、はいはい、ちょうど100になるんです。だから99と最後の1を足したらもう100ですもんね。前と後ろのやつを足していくとすごく簡単に。なるほど、はい、気づいてた。はい、すぐ気づきました。あ、こうだなって。素晴らしい。答え見てみましょう。こちら400。バツ。アホ。95は忘れてた。アホ。アホや。おい。おい。ああ。ノーマーク。え、でも95足すやつがいない。おいおい、出たぞ、トンチンカンナ。なんて？95。足すやつがペアがいない。足すやつがいない。いないね。5がない。何を言うてんの。あー、もったいない。もったいないね。気づいたのに。どんどん行きましょう。3、下の図をそれぞれ直線 L を軸として1回転させるとどんな回転体ができるか図で表しなさい。これがそうですね、書いたら、回転させたら、くるーっと回転させたらそうなりますよね。そう、ここ正解できたの大島さんだけでした。はい、素晴らしい。さっきのマイナス2点取り返したんちゃう。これ他はみんなできてなかったから、あなたしかできてませんので、ここの点数素晴らしいことになってますよ。すごい。ミュージックいっちゃう。何、ミュージック。 OK、 ミュージックスタート。それは本家のプライドをかけたリベンジの舞。ミュージックいっちゃう。何、ミュージック。 OK、 ミュージックスタート。数学で難しい問題をただ一人正解した大島が勝利の舞。いいね、いいよ、いいよ。金太郎の顔を奪う激しいダンス。いつもより激しいバージョンです。イエーイ、イエーイ。大島さんのフライングゲット。ライバル金太郎にぶつけました。振りが違う。振り間違えてる。いや、本物やから。でもお前にしてもやから。振り間違えた、本物だから。いや、素晴らしかったです。いうことなんですけども、回転体の意味あんまり分かってない人いましたね。え、川栄さん。来た川栄。来た川栄さんの回転体見てみましょう。こちら。はい、何これ。ひっくり返しただけやないか、お前。こうしただけやないか。こうしたお好み焼きバカにしとんのか、お前。何をバカにしとんのか。お好みとご飯食べるでよ、わしら。ねえ、どうやたこ焼きでは食わんの。
たこ焼きでは食わんね。こっちにしただけやな、回転させ言うてんねや。違いますよ、こう回ってるんですよ。いやいや、これをかけつれねえ。なんでよう喋るな、あの子は。もっともっと回転させてくれた人います。めちゃくちゃ回転させました。篠田さんの答え、篠田さんの回転体見てみましょう、こちら。うわ、いや、よく回っています。うわ、ブレブレブレてる。こんなもんブラブラになってる。止めよう思ったらもう指持ってかれるよ。ハッブラブラになってんねんから。うわ、何してんの。ブラブラになってる。一周でええねん、何周回ってんねんこれ。止めたってくれ。マリコ様にもセンターバカの可能性が浮上。すごいね、すごいな。響いてます。あ、響いてる、響いてます、はい、響くよな、こんだけ回ってたら。すげえ、やばいよ。最年長トイノ4の2、三角錐、これもよく出るんですけども、展開図を描きなさい、展開させてくれということなんですけども、峯岸さん、はい、食べたみや、広げればいいんですよね、あれを。そう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 、広げましたよ。見てみましょう、こちら。ん、これね、何これ、これ皆さんよく見てください。これね、なんだろうなと思って、何こ、どういうこと、ここで、これです、これ、皆さん。いいです、間違ってるの、いいですよ、もう。よく見てください、これをね、ちょっと組み立ててみました。どうなの。そしたらね、牛乳パックができましたよ。天才や、すごいね、天才。ミュージックいっとく？ミュージックスタート。いや、それはいろんな悩みを吹き飛ばすダンス。え、どうした？え、完璧やな。いいね、いいね。いいね。いいね。久々にテレビで弾けることができた峯岸。すごい。兄ちゃん、兄ちゃんすごい。は、反省してる？反省してる。反省してる。反省してるじゃん。反省してる。しかもね、これね、罰ですから。罰です。ダメか。罰ですか。ダメか。三角錐ですからね。さあ、どんどん行きましょう。問いの5、次の文章問題に答えなさい。正しい計算の過程も答えること。優子さんの列には100人、マジさんの列には20人の人が並んでいる。優子さんの列には毎分3人ずつ人数が増えていき、マジさんの列は毎分5人ずつ人数が増えていくとき、マジさんの列の人数が優子さんの列の人数と等しくなるのは何分後か答えなさい。またその時何人並んでいるか答えなさい。入山さん、はい、見てみましょう、こちら。はい、40分後220人正解です。正解です。これさ、なんでできる、方程式使わずに、はい、あの導き出してますけど、どういう、まず、はい、ゆうこさんの列の100人から、うん、まゆさんの列20人にはすで、うん、に80人の差があるじゃないですか、はいはい、で、うん、毎分3人と5人だから、うん、1分につき2人ずつ多く、うん、まゆさんの列が増えてるんですよ、うん、だから、うん、足りない80人の人数と、うん、増えてく2人の人数を割ったら、うん、40だから、こんな数学得意なの？数学得意なんや。好きです。これ全然関係ないけど、塾の先生が褒めてたよ。本当ですか？うん、すごいって。よかった。あなたもしかしたら AKB にいない方がいいのかもしれない。なんか。まだ痛いです。同じように方程式を使わずに丁寧に解いてくれた人います。柏木さん。はい。お、柏木さんの答え見てみましょう。こちら。40分後220人正解です。ずーっ
全部書いたんや。ずーっと計算。一回ずつ書いた。ずーっと計算してくれてるんです。一人ずつちゃんと、一人ずつ数えてあげなきゃかわいそうだな。なるほど。すごい。自分の不安でもないのにですよ。一人ずつ一人ずつ数えてあげて。ということは数学における神対応ですね、これね。そうですね。これはもう素晴らしいですよ。そうそうそう、この対応が素晴らしい。もう一人方程式使ってません、ザキさん。あら、パルルや。ザキさんの答え見てみましょう、こちら。48分後48人並んでいる。適当。塩対応。塩味だね。塩味回答やね。パルルの塩対応は長所やからね。そう、個性やから。お塩だね。すごいいいと思う。あっさり、あっさりしてすごいいいと思う。あ、優しい。なんか古いぞ。うわ、かわいいから。矢部氏も年いきましたね。古いな。超かわいいよ。ありがとうございます。ずっと笑っとこ。古いな。すごいな。たまにトカゲの目してんね。トカゲの中でも可愛いトカゲやで。可愛いトカゲ。尻尾切って逃げるトカゲの目してるよね。AKB 大興奮のわけはアルパカ。アルパカ、アルパカ、アルパカです。それでは毎回ミリオンヒット連発の社会をいじり倒しまくっちゃおう。80点以上一人だけです。私じゃないかという人。おっと、河合さん下ろしてください。先生自信だからいいんじゃないですか。なあ、自信やもんな。上げとこ上げとこ。手下ろして。80点以上一人。大島優子。はい、おめでとうございます。お見事。これで80点以上は国語に続き2教科目。入山さん、はい、70点も取れてません。マジで？あれ、やばい。今まで絶好調やったんですけどね。国語と算数しかできないんですよ。国語と算数しかできない。はい、金太郎さん、はい、もう2位ですよね。私60点も取れてません。じゃあこれは何かの間違いです。いやいや、間違い。もうどう見てもこのクラスの中で一番ブスなんですから。ちょっと、またマイナス子。やっぱ頭でやっぱ勝たないと。まあそうね。私がブスでもエケミポテトの輪で嫌いなんだけど。それをエケミに言ってもな。何に本物に言ってもやっぱり。わあ、板野さん、板野さん、板野さんがベニヤ板のように一切表情変えなかったんです。どうしたの、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 スーンって冷たー。さあ、どんどんいきましょう。トイニーの1位、次の人物をカッコ内の3語使って説明しなさい。エジソン、これ有名ですからね。もうヤマさん来た。ナンバの子、はい、ナンバの子の答え見てみましょう、こちら。エジソンはアメリカで電球を発明し、天才は 99% の努力と 1% のひらめきという名言を残した。素晴らしい。完璧でございます。完璧。こんなん知ってた。天才は 99% の努力と 1% のひらめき。こんなん知ってたの。はい、すごい。そんな中、努力もひらめきもない方おられます。誰？ダメじゃん、そんなの。柏木さん。出た出た、出たよ。努力あるやろ。マジ、これ見てみましょう、こちら。アメリカで 99% の支持率を得る電球。何これ、何この深夜の通販みたいな。私もエジソン使ってるわ。最高よ。そんな見たことない。電球の名前、電球の名前がエジソンだな。電球の名前がエジソン。エジソン。あ、ダイソンだ。
の間違えたの。いや怖い。あ、違った。大丈夫。めぐみさんがっかりさせないでね。やばいよ、昼帯。かわいい。来た。来たとかやめてください。大丈夫なんで。かわいいのエジソン見てみましょう。こちら、アメリカは 99% が電球でできていると唱えた人。アホケ。お前だいぶアホケ。アメリカは 99%。 ここまでのめちゃイケスペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いますよね、唱えた人。唱えた人おんの。誰なんそれ。みんなもうちょっと見て見て。もうちょっと怖いね。もうほんまもう言いたくないねんけど、ちょっとこのアメリカの顔をちょっと。こういうのする人怖いですよ。怖いよ。来てるよ浜本先生。そうですよね。うん、来てるよ。俺もたまにひらがなポンって。カタカナ、カタカナの中にひらがな混じるの一番怖いですよね。な、自覚症状ないからね。怖いよね。匂いもだから分かれへんのよ、自分の匂いやから、はい、足が腐っても。気をつけてね。行きます。何笑ってんの、かわいい。笑われてんねんね、君今。かわいい。熱い。熱い。湯気出るぞ。はい、トイノさん、これもいつも出ます、以下の名称答えなさい。これ有名、サグラダファミリアでございます。まだ工事中、まだ完成してません。入山さん、はい、なんて書いたんでしょうか。見てみましょう、こちら。ノイッシュバンシュタイン城。ノイッシュバンシュタイン城。どこ、これ何書いてんの、入山さん、ちょっとと思ったんですけど、調べてみたら、何なんですか。ノイッシュバンシュタイン城。うわ、実際ドイツにある観光名所なんですね。すげえ、すごい。なんか確かシンデレラ城のモチーフになったお城で、うん、え、じゃあ、すごい、正解ですか。うん、バツ。突然に来て優等生もつまずいた。はい、指原さん、はい、指原さんの答え、はい、見てみましょう、こちら。ハウルの動く城。はい、岡村先生は何かに気づいていた。あれアニメですもんね。の原作みたいなやつだと思ったんです。これはあれですか、はい、わざとこんなこと書いたんですか。それやったら一番あかんわ。それやったら一番あかん。僕真面目にやってくださいね、絞り出してくださいねって言いましたけど。いや真面目に書きましたよ、ちゃんと。何ですかそのなんか。ちょっと軽く切れてる感じ。え、真面目に書いたのにそういう風に言われると悔しいじゃないですか。ボケたわけじゃないんですか。怒ってる、なんか違うと思う。怒んないです。あなたそんな上から言える立場でしたっけ、博多に行かされてるのに。でもこれは違うと思う。私はだってボケたわけじゃないもん。あら、まだもう世の中はもう許したとでも。そんなギャン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 食ってかかって、ごめんなさい。負けた。まだでしょ。負けた、ごめんなさい。ズレありますか、世間とはね。気をつけます。それは こういうのやめてくださいね。気をつけます、ごめんなさい。こういうのやめてください。はい、気をつけます。さあ、問いの5、次の絵は何をしている様子か答えなさい。これは皆さんよくできてました。うん、北原さん、名古屋の子、はい、はい、答え見てみましょう、こちら。海へ。当時キリスト教は禁止されていたので、これによって隠れキリシタンを見つけようとしている。素晴らしい、正解。はい、完璧です。おめでとう。隠れキリシタンでかけたところが素晴らしいです。お、ありがとうございます。ちゃんとそこかけたのは北原さんだけでございました。お、やった。全然分かってない人いる。え、かわいい、かわいい。人気はあるぞ、人気はある。河江さんの答え見てみましょう、こちら。家に入る前に足を洗っている。おい。それは何ですか、だって。
しょ。あなたが足臭いから。だってこれ。家帰ったら親に言われ、足臭いから早く洗って洗ってみたいな。あんたほんま足洗い。あんたまた帰ってきた臭いわ足。もう洗ってから洗ってからって言われてんちゃうの。足だけじゃなくセンターバカも匂ってきた。さあ問いの8行きましょう。セクハラパワハラに続きアルハラが社会問題になっているが、その意味を書きなさい。まだアルハラがちょっと分かってない人多かったですね。大島さん、はい、アルハラ、はい、大島さんの答え見てみましょう。こちら、アルコールハラスメントの略で、アルコールを強要されること。素晴らしい。はい、社会の大島さん、完璧です。すげえ、変な知ってた。思いつき。うわすごい。思いつきでできるの？すごいじゃない。自慢だ。なんで自慢なの？なんで自慢なの？いいですか？自慢。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 AKB のエースは目立つ分、周囲の風当たりも強いのだ。意味は。うるせえバカばっかり、うるせえな。言葉遣いが悪いですよ。言葉遣い悪いですね。バカだっかり、うるせえんだよ。これは大島がすっきりしたところで、なべさん、はい、あもうなべさんの答え、はい、見てみましょう。こちら、アルパカはモフモフで気持ちいいのでずっと触ってしまう。アルコールハラスメントのことです。アルパカじゃないです。そうか、アルパカが好きだから。なるほど、イメージで言ったんですね。イメージでこんな感じかなと。違いますよ。ますザキさん。ザキさんの答え見てみましょう。こちら、アルパカにセクハラをされること。ちょっと待って、もうどういうこと。アルパカにセクハラされるってどういう状態なの。なかなかない。なかなかないよそんなの。アルパカがっていうのがおかしいでしょ。かわいい、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 あ、かわいい、かわいい、かわいいの答え見てみましょう。こちら、男の人が急にアルパカを叩いた。カッコ強め。アルパカやめてくれ。そう、アルパカ3回目アルパカしか使わないんですよ。なんなの、男の人が急にアルパカを叩いた。だからなんやねん。カッコ強めってなんやねん。なんなの、この AKB で流行ってんのこのアルパカ急に。というわけで、そろそろ疲れてきた AKB のために大好きなアルパカのモフモフタイムをプレゼント。怖がってる。アルパカですよ。モフモフやん。3で3モフモフってしてるから超テンションの上がる一同。大人気や。こちらですよ、アルパカです。アルパカメンバー大好きアルパカです。大人気、大人気アルパカでございます。はい、そうでございます。ですよ、強めに。そうするとアルハラになりますから。さあ今度は逆に恐ろしいことになっちゃうリカをいじってみよう。これはもうちょっと思い切って1位の方、リカ一番できてた1位の方発表しましょう。なべさん、はい、おめでとうございます。本当ですか。渡辺真由さん、リカトップです。そしてナベさんに続いて2位、お総監督。イエーイ、総監督リカ第2位です。すごい。すごい、総監督すごい。やりましたね。ついに出ましたね。ついに出ました。カンニングしないわ。カンニングしない。さあどんどんいきますよ。2番、人類の進化の過程。正解これ少なかったですね、意外と。なべさん、はい、ね、なべさんの答え何でしょうか、見てみましょう。こちら、人類の進化の過程を順に分類すると、変人、原人、旧人、新人である。そうだ、はい、正解です。正解でございます。はい、皆さんこういうことですね。これはね、我々のこう進化ですから、これは覚えておいてくださいね。こういう風に進化してきたと。
さあ、そしてザキさん。おザキさんは人類の進化なんて書いたんでしょうか。見てみましょう。こちら。人類の進化の過程を順に分類すると猿人、犬人、狂人、新人である。犬言っちゃったよ。ザキさんちょっと見てくれ。犬人、あなたのはこうなりますよ。はい、こうなります。怖い怖い、ちょっと挟まった。猿から一瞬犬になりましたですね。よう言ったの。次ひょいと犬になって、なんかおかしいですよね。パル、犬好きなんかな。犬大好きです。犬が大好き、はい、アホ。僕も大好きです。すごいヒーヒーしてる。カエルみたいな目するときあるよね。カエルだ。パル、カエルの中でも可愛いカエルで。以下は最近ロシアで起こった天文現象の写真である。何が起きたのか簡潔に説明しなさい。これももうすごく有名やったんですけども、高橋さん、はい、総監督、これはちゃんと答えました。はい、総監督の答え見てみましょう。こちら。隕石が落下した衝撃により湖に穴が開いた、とても珍しいケースである。正解です。素晴らしい。知ってた。知ってました。すごいね。ニュースのトップニュースいっぱい見た。これあ、そう、ニュースもちゃんと見てるね。見てます、見てます。北原さん、はいはい、名古屋の子、はい、答え見てみましょう。こちら。ロシアでは急激な気温の変化によって氷が突然バーンと割れる、これがアイスバーンである。違う違う、アイスバーンと違う。路面が凍ってることアイスバーンって言います。あ、そうなんですか。そうですよ。やばいぞ。悔しい。名古屋も大丈夫か。悔しい。やばいぞ。さあ、問いの子、次の生物が成長した姿を絵で描きなさい。これ絵が下手くそでも別に構いません、うん、分かれば、何になってるか分かればそれで構いません。すごい人いました。え、小島。はい。おお、一つずつちょっと見ていこうか。かけた。まず一つ目、カブトムシ、どう描いたんでしょうか。見てみましょう。こちら。うわー、うわー、怖い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 。いいですか皆さん、この幼虫を怖い怖い腕ずくで、力ずくでギューって丸まってんのを伸ばしています。かわいそう。そして皆さん注目してください。この点点点点点、ここにあります。点点点点、こういうディテールが小島ワールドの恐ろしさ。さあ次、蝶々、小島さんの蝶々、こちら。いやはい、ざわざわしてください。バケモンや。なんか知りませんけど、ほぼほぼこの物体に羽のようなものが出ました。そして注目、皆さん、この点点点点点点点、ここに点点点点点。いやー、そしていよいよ最後、カエル。カエルはどんなん描いたんでしょうか。見てみましょう。こちら。うわ、恐怖のあまり悲鳴が飛び交う教室。どうすんの。どうすんの。怖いな。怖い。カエルに決まんない。このギューンって。手と足ギューン。まるで中に人が入ってるかのような生々しさだが、完全も人やん。カエルの前です。カエルの前。カエルの前に一回ギューンってなるの。
おたまじゃくしが成長してカエルになる前にギューンってなってほんでこんなして夜な夜な歩くんですか。やだよ、こんなの。これがほんまに世の中に存在したらとんでもないことですよ。スタッフ一生懸命探しました。いるの？見つかりましたよ。すると嘘や、いました。おったよ。ここからのめちゃイケスペシャルは今のところこの生物は何を食べるかも分かっておりません。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。すげえな、これするのか。さあ小島さんがやっぱ好きなんだね、海の親やから。表面がヌルヌルしていた小島がいる。糸入れてる、夏入れてますね。夏入れるやん。ヌルヌルだった、はい、あーすごいね。そこにね、卵を産みつけました。さあそれじゃあね、この得体の知れない生物ですけども、アルパカの横に待機させていただきます。見学。2匹を仲良く並ばせようとするが、そこでいいですよ、そこでいいですよ、そこでいいですよ。ちょっとね、アルパカが興奮状態になる。今アルパカと未知の生物が今あでもいい調子だったよ。これ今何してんのかって言われたらよくわからないです。今何している状態かはちょっとわからないです。さあいよいよ最後の英語だけど、ここでようやくあいつが来た。90点以上の方がいました。おお、誰だ。金太郎さん。はい、金太郎さん。すごい、90点以上。さすがですね、やっぱり。ありがとうございます。ミュージックスタート。これでトップ争いも再び分からなくなってきた。さあ英語が90点以上、金太郎さん、はい、ライフレット再び。あれあれあれあっとあれ、ともちん、ともちん、こんなに盛り上がって、トーテンポールの下から2番目ぐらい。そうでしょ。んなにどういうこと、もう飽きたの。いやいや大丈夫やって。大丈夫、まだ見てる人は、笑ってる人多い。伊丹さんもう卒業しますから。ありがとうございます。2番、次の単語日本語で書きなさい。2位、これは膝です。あー、膝、2杯。そうそうそうやかな、2杯。峰岸さん、なんて書いたんでしょうか。膝をなんて書いた、見てみましょう、こちら。国。おい国、読むな読むな。国、国、読むな読むな。ザキさん、ザキさんの答え見てみましょう、こちら。金。読むな読むな。金、金、読むな、金、読むな読むな。川栄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 の答え見てみましょう、こちら。カニ。読むな、読むな、読むな。素晴らしい、出たな。この辺か、この3枚か、おい。来てるね。さあ次の英文を日本語に直しなさい。英文訳ですね、This question is too difficult for me to answer。 この問題は私には難しすぎて答えられません、というのが訳ですけども、篠田さんの答え、うわ、見てみましょう、こちら。これは私の謎々です。何これ、何なの急に。これは私の謎々です。こんなこと言う。これは私の謎々です。何ですかあなた、私の謎々を何だと思ってるんですか。これは私の謎々です。お願いです、教えてください。こんな分
地球上にない。おかしいよ、分かんなかった。おかしいよ、大丈夫かおい、最年長。うわ、いや英語本当にやばくてできてないよみんな。ねえ、3番、ジョージーズバッグ is heavier than mine。 ジョージのバッグは私のものよりも重いです。かわいい、かわいい。ジョージのバッグは私のよりも重いですが答えですけども、カバンへの答え見てみましょう、こちら。このカバンは私のもの。違う、ジョージジョージジョージのジョージのバッグ。カバンへのじゃないねんな。ジョージのバッグ、誰のんかも聞いてないし別に。なべさん、はい、やばい。なべさんの答え見てみましょう、はい、こちら。ジョージのカバンはみんなのもので俺のもの。違う、ジョージジョージジョージのバッグ、ジョージのバッグ、ジョージのバッグ、ジョージのジャイアンやん、こんなお前のものは俺のもの。違う、覚えてあげてよ、ジョージのバッグ、ジョージのバッグ、ジョージのバッグ。よかった、ジョージのカバンやとちゃんと分かってる人いました。小島、小島、ジョージのカバンだと分かっていました。見てみましょう、こちら。ジョージのバッグにはちっちゃいハーブが入っています。はい、逮捕です、これは即逮捕です。脱法ハーブですよ、これは完全に御用ですよ、これやったら。あかんか、もうこれですよ、これはダメですね。お縄や、お縄、こんなもん警察犬がワンワン吠えますよ。どんだけ小分けにしてもそれダメです、見つかります、そんなの。ちっちゃいな。薬あかん。はい、どんどん行きましょう、見てみましょう、こちら。おい、ついに選抜メンバーの激しい戦いへ。4番、ペイスメイクスウェスト、急がば回れ、これちょっと難しいですけども、ヘイストで急ぎ、ウェイストで浪費という意味ですけども、ちょっと難しかったんで、できてる人少なかったですけども、高橋さん、おヘイストメイクスウェスト、どう訳したんでしょうか、見てみましょう、こちら。虹に向かってメイクをしながらパスタを食べる。なんやこれ、なんやこれ、なんのおまじないやねん、恵方巻きみたいなことしてるけど。パスタ食いながらメイクするってなかなか難しいで、もう無理やわ、虹に向かいながらな、無理やわ。いや、虹からそうなるんだもん、だってパスタじゃないですよ、パスタ、かわいい、かわいい。来たね、かわいいの答え見てみましょう、こちら。ハステとワステが仲良く作った。何をや、何を作って、何作って、ハステとワステが仲良く何作ったんや。人ぐらいですか、なんか最初に来るのって、最初に来るのはジョージとかそういうようなことで、ハステとなんかワステ、なんか人名やもん、なんかメンデルとヘンデルみたいな、メンデルメンデルメンデルとヘンデル、何そのメンデルとヘンデルなんかあった？ないです。知らんねえ、それ。知らんねえ、俺。もしも心当たりがあるならば、ヘンゼルとグレーテルです。ヘンゼルとグレーテル、メンデルとメンデルとヘンデル。センターバカも徐々に絞られてきた。大丈夫か、ほんまに。今のうちにも AKB 脱退しとくからもう。どこで育ったんやもう。真っ暗なとこか、真っ暗なとこに住んでんのか。明るみです、明るみです、それにしちゃ明るいな。6、 Once upon a time there was an old man and a woman。 これめっちゃ楽しい、大丈夫か。 Once upon a time で昔昔ですよ、昔昔おじいさんとおばあさんがいました。島崎さん、ザキさん、なんて訳したんでしょうか、見てみましょう、こちら。おじいちゃん、ワンテンポ遅いよ。ええやんけ、ええやんけ、もう
ゆっくり行かしたれよ。そらしょうがない。それはしょうがない。こけたら終わりやねん、もう。骨折したらひっつかへんねん、もう年いったら。だからもうゆっくりでええやないか、別に。パルル、俺限界。やばいぞ。島崎もこれでセンターバカレースのトップ集団に。さあ、問いの7、次の日本語を英文に直しなさい。君に会いたかった、みんな歌ってありますよね、会いたかった会いたかったって。 I wanted to see you でございます。小島、なんて書いたんでしょうか。見てみましょう、こちら。 You thank you You thank you You thank you。 なんなん、なんなん、どういうことだ、もう宇宙の会話。 You thank you なんかあったそんな。 You thank you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 。 なんで You から始まってまた You で終わってんの。あはははじゃないの。笑っていられるのはここまでなのだ。大丈夫か、総監督。はい、総監督の見てみましょう、こちら。君 is 会いたい。影で言われんで、若い子に。君 is 会いたい。ちゃんとちゃんとやりなさいよ、もっと気合い入れてとか言われて。君 is 会いたい。会いたいじゃなくて会いたかった、過去形ですからね。かわいい、かわいい。ちゃんと過去形にはしてくれたらしいが。かわいいの会いたかった、見てみましょう、こちら。アイタカータ C&H。 すごいね、今日一の破壊力。アイタカタ、アイタカタなんやねん。なんでカーとターの間を伸ばしてしまったのか。え、なんかちっちゃいつ入れるときって2個重なりますよね。いやだから通常 A じゃないやろ、 T やろ、それやったらT や。あ、そうなんだ。アイタカーターやん、これ。なんでローマ人。アイタカーター、アイタカーター、アイタカーター、イエー、シーアンティもうこんな、まあ、歌詞はハマってるけど。うまいこと。もうこれ、不安もこの歌歌ってたら笑うで、もう。どうすんの、どうすんの。自分もだんだん黒目ばっかになってきてんな。浜口と同じ目してるわ、黒目ばっかになる時あるもんな。追い込まれてって黒目ばっかになってくる。白目なくなんねんで。やばいぞ、黒目。歴代のバカ大体黒目やみんな。全員黒目。後ろのやつ大体真っ黒の名称だからな。本当だ。やばいやばい、かわいい。さあ、笑い疲れるほど笑った国立めちゃな水女子第48校が、ここからの順位発表は自分の名前を呼ばれるまでひたすら待つしかない、総選挙ばりの緊張の時間なのだ。さあ、それではもういよいよセンターバカ決まりますよ。センター張るバカがいますよ。いわゆるセンターバカがいるんですよ。今回はA、B、C、いわゆる3クラスに分けさせていただきました。 C クラスはもうバカセブンにしました。A、B クラスに入れるのはたった8名、残りは神セブンならぬバカセブンとしてくくられる。はい、神セブンじゃなくてバカセブン。バカセブン、はい、それチーム A、チーム B、バカセブンでさ。そういう風に分けさせていただきました。大島さん、自信ありますか。はい、あの金太郎さんに負けたくないですね。はい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 、私も優子と競い合った仲なので1位を取る自信があります。板野さんがもう舌打ちしてますけど。なんで、なんで一生懸命やった、何回こすんねん。さあ、それでは1位から発表していきたいと思います。おー、チーム A、 1位はい
第1位は。第1位は。入山アンナ。おおめでとう。そうだよ。ファンタスティック。苦手な社会を残りの4教科でカバーし、最年少ながら見事トップに。この勢いで今年の総選挙はランクイン間違いなしだ。いや、大島さんでもなく金太郎さんでもなく入山さんでございました。すごい。入山さん良かったですね、1位。はい、嬉しいです。金太郎さん、はい、負けてしまいましたね。私、前夏子は本当に悔しいです。本当に今にも殴りかかりそうです。果たして次呼ばれるのは金太郎か大島か。第2位の発表です。第2位は。大島優子。わー、大島優子さんが第2位です。 AKB のゲンゲンスは総選挙のように1位とはいかなかったが、平均点80点以上をマークし堂々の2位。ライバルだった金太郎にも勝ったし、あれいっちゃう。 OK、 ミュージックスタート。顔つきが一瞬で変わる。いいよ。めっちゃ顔つきがいる。社会80点以上の喜びの前であります。すると背後から帰ります。あ、秋元さんが来てくれた。ありがとう。素晴らしい。素晴らしい。負けた金太郎。金太郎負けた。ライバル金太郎を下しました。残念、金太郎負けた。大島には及ばなかったものの、関西外国語大卒の学力を生かし、英語は96点、見事銅メダルをゲット。では喜びの言葉どうぞ。あっちゃん、本当に良かったです。はい、チーム A 死守できました。今ちょっと板野さん目がかゆいですね。目になんかゴミ入ったんで、かぶった、はい、板野さんの目のゴミとかぶった、はい、大丈夫ですか。こっちの方が気になる。さあ行くぞ、チーム A 最後ですね。うわ、入っときたいわここ。第4位の発表です。第4位は。北原理恵。チーム A 最後に入ったのは北原理恵、第4位です。名古屋の子、おめでとう。社会と映画の高得点を武器に A クラスに滑り込みセーフ。この調子で水中ドラマ家族ゲームでも頑張れ。さあここまでがチーム A でございました。入っちゃいましたね、名古屋の子が入っちゃいました。難波の子、あ、ジャカル、ジャカル、博多です。博多。
です。博多の博多の次何かあったらジャカルタ。もしもの話。チーム B。あれだ。第5位は。山本さやか。チーム B のトップ第5位は山本さやか。ナンバーの5 NMB48 のエース山本がグループの看板を背負ってなんとか B クラスのトップに。とはいえ4位の北原とはわずか4点差。わ、めっちゃ惜しいやん。ナンバーの子よくできました。おめでとうございます。いい、ね、第5位です。たこ焼きいっぱい食べなさいね。山本さん、たこ焼きいっぱい。さあ、ジャカルタの子、博多の子。私は博多です。博多の子まだ呼ばれてないね。でも流れで、いい流れなので。流れで呼ばれたい。ほんまやな、流れで呼ばれたい。右サイドへ流れや。流れで呼ばれたい。なるほど。果たして第6位は渡辺真由。おめでとう。真由が第6位。ここで来ました、ヌイサイン。すごい。理科の85点をはじめ全教科弱点がなかった真由。どんな難問にも諦めず頑張り続けた結果に大好きなアルパカもきっと喜んでるぞ。あー、嬉しい。嬉しいね。めっちゃ嬉しいです。名古屋大阪真由優の来ましたけど、あれ流れできず。流れやったやん、さしこ。いやー、絶対来ると思った。は絶対来そうだと思った。来ると思った。来てません。さあ、7位ですけども、ちょうどこの辺がね、上半分ですね。おお、半分。ここまでに入っときたいね。川栄さんまだ大丈夫ですか？なんてこと言うんですか。なんでですか。川栄さんの命、命っていいですよ。命っていいですよ。ちょっと川栄さん祈るのがちょっとまだ早いかな。第7位は伊藤智美。おお、第7位は一見やる気がなさそうでしたが、そうではありませんでした。伊藤智美。やる気がなさそうに見えて実はしっかり回答を埋め、見事上位グループに。年内の卒業を控え優秀の美を飾った友人、本当におめでとう。ここまでが半分より上でした。入った。次の8位がちょうど中間点だが、行くか。チーム B 最後。あとバカ。あとはもうバカセブン。バカセブン。バカセブンやだ。バカセブンやだ。最後の椅子に座れるのは果たして。チーム B お願いします。第8位は篠田麻里子。よっぽどやな。クエが倒れたほど興奮しました。篠田麻里子第8位。びっくりした。国語と英語が不調でもギリギリバカセブンを免れた篠田。最年長ならではのこの粘りで今年の総選挙でも後輩から潰されずに走り抜けろ。セーフ。セーフ。セーフ。チーム B 入りました。篠田さん、さあ、まだ呼ばれてない人。はい、しっかりと手を挙げて。手を挙げてください。はい、7人いますよ。しっかり手を挙げてください。いますよ。こん中にバカセブンが。あ、違う、バカセブンはこれみんなバカセブン。今これがバカセブン。そう、バカセブン。全員バカセブン。はい、今手を挙げてるのがバカセブンです。はい、第9位は柏木由紀。バカセブンの中でトップは柏木由紀。第9位です。抜けました。昨日民族党決定。神対応と呼ばれた丁寧さで4教科が平均点を超えるも社会が足を引っ張りバカセブン切り。しかし8位の篠田とはたった2点差。惜しかった。さあ、そして柏木さん、はい、
もう一つグッドニュースでございます、うん、柏木さんから下の方30点離れてます、はい、9位と10位が30点離れています。バカ、嘘でしょ。正直こっからが本当のバカシックスです。バカシックス、次から本当のバカシックス。バカシックス大祈りなさい、祈りなさい、祈りなさい、盛り上がってきた、祈れ、一瞬土下座してる、祈れ、そして謝れ。もう謝ったでしょ、十分。それでは第10位の発表です。指原莉乃、ほっとした表情。第10位は博多からやってきた指原莉乃。数学の再開をはじめほぼ平均点以下だった博多の子、センターバカは免れたが、これからも油断せず過剰なボケと恋愛スキャンダルには気をつけて。よかったね。よかったです。はい、よかったですけど、まだ博多のままでございます。はい、博多です。博多で頑張ろう。博多で頑張ります。いいですよ。さあ、あれ、私、私まだ呼ばれてないという人、私、はい、手を挙げて。一つ言っていいですか。どうした、この3人同じユニットなんですよ。しかもあれちゃうのか、一期生ちゃうのか。はい、ノースリーブス。ノースリーブス、ノースリーブス、ノースリーブス。なんか袖あるやつ着せてもらえよ。寒いことなる、寒いことなる。寒いぞ、寒い寒い。それでは第11位の発表です。誰だ。第11位は峯岸みなみ。立ってガッツポーズ。一期生3人の中からまず抜けたのは峯岸みなみ。よかったね。はい、よかった。いや、やりましたね。やりました。理科と英語で3000の点数を取るも、得意の国語でなんとか踏みとどまり、ノースリーブスの中では一抜け。ほんといろいろあったけど、よかったね。いやでもやっぱ泣いた顔が全国に流れてしまったので、うん、そうね、今回笑顔を見せられてよかったです。そうね、はい、うん、笑顔を見せられ、まあ、笑われてるのかどうかはちょっとわからないですが、まあ、笑顔にしたことは間違いないでしょう。よかったです。おめでとう。おめでとうございます。さて、はて、あれ、おかしいな、変だな、まだ呼ばれてねえなっていう人、はい、手を挙げて。総監督残ってますね。いいんですか、総監督。一応200人ぐらいまとめてるんですよ、うん、センターばかりだと本当にもうなんかなんかダメ出しとかするたんびにもう笑ってまいますよね。威厳がなくなる。アホやのに生きっとおるみたいな。一番上がったのありますか、それ。さあ、いきますか、じゃあ。第12位の発表です。4人の中から抜けるのは第12位は た, ただいまから発表いたします。あら、引っかかった。イエーイ、引っかかったね。慌てないで。なんで食べるんですか。たった今から。なんで食べるんですか。発表させていただきたいと思います。島崎遥香。残り4人でやっと呼ばれました、島崎遥香。矢部ひろゆきも嬉しそうな表情で握手。バルル汗びちょびちょ。祈ってたんやね。祈ってたんや。よかったよかった。塩対応ならぬ塩回答が目立った島崎だが、矢部の応援の甲斐あってなんとかワースト3脱出。この結果、いよいよ追い詰められた生徒が。総監督。
督。総監督。総監督。総監督。最後の3人に残ったのが信じられない総監督。確か小島さんは私は今回中の下だとおっしゃってましたよね。はい。とっくに過ぎましたけど。さらっと過ぎたな。中の範囲が今回狭かった。あ、中の範囲が狭かったから中の中に入れなかった、はい、いや、そういう問題じゃないんだからね。順位が順位だからね。川合さん、お腹痛い。ちょっと全身から汗がやめろよ、靴下履き替えるか。大丈夫大丈夫。それでは絶対だ絶対だ。いや、この二人には絶対勝ってる。絶対だ絶対勝ってる。第13位の発表です。この教室が AKB の屋台骨を揺らし始めた。第13位は小島春奈。立ち上がって V サイン。どうなる AKB。 憧れました小島春奈。第13位小島春奈。立ち上がって V サイン。なんとかセンター高を免れました小島春奈。第13位。サプライズ、センターバカ大本命の小島がまさかの13位でゴール。土曜学教室の中、もうこの生徒はパニック寸前。おお、がっくり高橋みなみ。もうやだ。まずいね。ね、え、小島にだけは絶対負けないと思っていたらしい。事件や。小島さんやりましたね。やった。なんとか免れましたね。はい、でも私いつも高見田のことバカだと思ってたんですよ。なるほど、衝撃の告白。なんかいろいろまとめようとしてるけども、あいつバカなんだろうなって思ってたんだね。お前ね。大島さん、これから AKB どうするんですか。いや、真剣ね。どうします。いや、これから本当に真剣に考えないとダメだと思いますよ。そうですね、やばいよ。なんか言われてもどうして反応したいか分かんない。確かに、だってバカなんだもん。勉強とこういうのは違うでしょ。だってもうすごい、すごいもん。だってバカがすごい尻出してくんだもん。正直うるせえよってなっちゃうよね。これも1位なんだけ、いい話ですよね。まあまあそうね、あの監督なんだから。センターバカを免れるには可愛いに勝てなくてはならないが、これは大丈夫ですよ、うん、だったら本当に大丈夫。でも私すっごい中学の時めっちゃ英語できて、はい、結構有名だったんですよ、なんか。ここまでのめちゃイケスペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。すごい、なんか先生とかなんかで、なんか英語できるじゃんみたいな。英語できるじゃん、かわいいって。だからすごい英語できてたんですよ。震えてる。なんだ、足足足足足めっちゃ震えてるやん。勝つのはかわいいか、それとも総監督か。次、名前呼ばれなかった人がセンターバカです。第14位の発表です。本当にやばい。第14位は高橋みなみ。その瞬間立ち上がりました、高橋みなみ。第14位、ギリギリで総監督のメンツを保ちました。とあっと気持ち悪いか。大丈夫か。ボロボロの4教科を理科の2位でなんとかカバー。AKB の皆さん、これからついていくというよりか、みん
なで支えてあげましょう。ということで、あら、センターバカはバカ A さんです。第15位センターバカはバカ A 皆さんに決定しました。バカ A さん、これはえらいこってす。嬉しくて初めてセンター取った。センター取ったね。なんでなんでって聞きました。それはあなたがバカだからです。ちゃんとしっかり勉強しなかったからです。それもですね、はい、14位の総監督との点差が20点離れています。嘘だろうが、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 嘘じゃねえだろうが。足が腐ってバカというアイドルの常識をはるかに超えた川栄をバカの先輩浜口がプロデュース。センターバカの川栄さんです。どうぞ。お、川栄が連れてきたのは。ではご紹介しましょう。センターバカの川栄さんです。どうぞ。何やらバカっぽいメンバーを引き連れてやってきたが、懐かしい。どうぞ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 。 BG フォーサーがね、モノマネするときにここにここに使ってるパターンなんですよ。こっち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 、両サイド。違う違う違う、一人3人おるからね。両サイドもめっちゃバカっぽい。はい、紹介します、はい、ハステさんとワステさんです。なんと川栄と仲良しのハステとワステがやってきてくれた。ハステワステ、はい、みんなに挨拶して、みんなに挨拶して、みんなに挨拶して、ハステさんとワステさん、ハステワステや。しかし川栄はまだ納得いってないらしく、嘘だよもう。うわすごい。嘘だろもう。嘘だ。お前バカだろうが。ではセンターバカ決定記念で今日散々盛り上がったあの曲を、じゃあせっかくなんで踊ってもらいましょう。ミュージックスタート。仲良しトリオが息ぴったりで踊りだした。わって逃げてる。逃げてる逃げてる。ワステワステさん、イエーイ。ワステさん足くじいた。大丈夫？大丈夫？ワステさん大丈夫？ワステさん足がもう足くにあいて。去年の総選挙で圏外だった川栄さんがゲットした初めてのセンター。 AKB ファンの皆さん、こんなセンターもありでしょう。というわけでこの川栄、ちょ俺預かるわ。マジ？ええかな。浜本康プロデュース、そう、ちょっと秋元さんにはなんかちょっとね、なんか申し訳ないなって感じ。ちょっと申し訳ないよな、こればっかりは、うん、だから浜本が預かるわ。ええかな。川栄さんさようなら。こうして川栄さんは天才バカプロデューサー浜本さんとタッグを組むことに。一体どんなバカな結末が生まれるのか、お楽しみに。ありがとう。嘘だろうが絶対。本当だろうが。本当だろう。やるだろうが。やるだろうが。やりたいだろうが。やりたいだろうが。
you